6年前なんですけれども、最初胸がちょっと張って痛かったので、まさか自分が乳がんになってるとは思ってなかったんですね。こちらのがんセンターの方で検査したところ、もうすでに遠隔転移はしている、まあ、肝臓と骨転移があるっていうことで、まあ、そこで手術はできませんっていう告知だったんですね。働いていたもんですから、私は健康診断を受けてて全部の数値が全て正常だったんです。だから自分がまさかがんでこんなに元気なのに、前日まで仕事していたのにどうしても肝臓と骨転移があるのかっていうことがもう信じられませんでした。大学3年生だった娘がちょうど来年卒業になるので、もう娘の大学の卒業式にはもう出れないだろうなって、そういうふうに思ってました。将来のこう自分のこう未来図っていうか、想像してた将来とそういったものが全部そこで真っ暗になってしまいましたね。ピアネットにまず相談しに行きました。やっぱりがん患者仲間同士なので、やっぱり自分の今まで話せなかったことが全部話すことができたんですね。こう誰かに話しかったかって自分の気持ちを、そこからいろんなその方と話して、やっぱり病院の先生の関わり方、いろんなことをアドバイスをいただいたんですね、うん、でそこで何回か行くことによって、同じ病院で治療してた方の病院の中のこととか、あとはいろんな患者会につなげてくださったりして、でそこから患者会につながってからが前向きに一番なれたですね。そこでやっぱり仲間と出会ったこと、うん、そこがやっぱり一番私の中では前向きになれたきっかけになりました。ピアサポーターの方に自分の話を聞いてもらって、やっぱがん患者って自分の話を聞いてほしいんです。やっぱりがん患者でなければ分かり合えないことがあるので、自分はやっぱり私がその方たちに話を聞いてもらったように、自分ががんになったことで自分が何かできることがないかっていう考えた時に、月に1回患者サロンって、はい、オンラインでやってるんですね。でそちらの方で参加させていただいてます。やはりがんって告知されるとイコール死って私自身も思っていました。で特に私は遠隔転移があったので死を間近に考えておりましたけど、がんになってもやっぱり人生は続くんですよね。で私6年前に告知されたんですけれども、今で3週間に1回ずつもう106回点滴して、今は転移している場所は画像上全部消えてます。転移があってもやっぱり普通に生活はできます。でやりたいことも全部やれます。ただ景色は変わりましたけど、がんに告知された時はやっぱり手のひらの全部のいっぱいの幸せは全部一旦全部消えました。その時に描いてた、だけど空っぽになった手でまた新たな新しいものをつかむことができます。がんになったから何かができないではなくて、がんになったからできることっていっぱいありました。